どうも、ねねです。今回もバイオハザードリベレーションズ始めていきたいと思います。これまでのバイオハザードリベレーションズ。クリスとジェシカの連絡が途絶えた。会場で通信リンクが切れている。クイーン・ゼノビア。この船のどこかに二人はいる。無人の船内に不気味な気配が、まさしくゴーストシップだぜ。銃かしら。嫌な予感がする。どこなの、クリス。クリス。人形。こいつは。しまった。罠か。ようこそ真実へ、ジル・バレンタイン。8時32分、客室。何？ここは？ジル。パーカ？今どうだ？わからない。船のどこかだとは思うけど。くそ、武器も奪われてる。本部との連絡は？ダメだ、通信リンクが繋がらない。とにかく合流しよう。部屋から脱出する。あー、銃も何もなくなってますね。何かないのかな。ロックされてる。何の装置かし、ネジか何か。ネジか何か。ネジか何か、どこかにないかな。ノイズが流れ続けている。ネジできつく止められている。ネジ、どっかにドライバーがあるのかな。お風呂場、浴室。濁った水が溜まっている。そこに何かあるかもしれない。はい。お、ドライバーがありました。急になんか脱出ゲーになっている気がする。カワイたちがこびついている。あ、グリーンハーブ。敵の攻撃がヒットする直前にタイミングよくヘルを上に入力すると敵の攻撃回避できる。ヘルを下で罰でも回避可能。今はそれどころじゃない。どうやって倒せっていうんだろうか。
それどころじゃない。何かで攻撃できないのかな。開いたようです。ハンドガンの弾、うわー敵がいる。南京錠がかかってる。武器があれば壊せない。やばい。ジル、丸腰じゃどうにもならん。なんとか回避して進むぞ。パーカーと合流する。パーカーはどこにいるんだろう。丸ごほほ2匹いる。お、銃がある。下に何かはめ込むくぼみがある。ハンドガンの弾、ハンドガンの弾、はめ込むくぼみがあるけどはめ込むものがない。どこにあるんだろう。あ、いなくなった。おー、出てきたー。うねうねしてますね。この辺にあるのかな。はめ込むものが。危ない。なんかぐるっと一周してきた感じがしますが、はめ込むものがあればショットガンが取れそうなんですけど、はめ込むものはどこにあるんですかね。何かあそこで光ってる。ハンドガンの弾。ジル、大丈夫か。平気よ。でも船内は化け物だらけよ。ああ、武器が必要だ。俺たちの装備は途中で見つけたんだが、二人ならなんとかなるかもしれん。こっちだ、手伝ってくれ。武器を取り戻す。いや、置いてかないでくれ。待て、この先に奴らがいる。途中でこいつを見つけたんだが、使えないか。オーケー、奴らうまく負けそうね。
ありかはまだ先だ。急ごうぜ。爆弾を使ってどうにか進んでおります。途中にあったショットガンのとかすごく気になるんですが、こんなにいたんです。あっ、迷路みたいになってますね。ジル、ここだ。俺たちの装備はこの奥だぜ。なんでしょう、あの画面では銃の装備交換が可能。カスタムパーツを持っていれば銃を改造することもできる。一度入手した銃は自動的にこの画面に追加される。カスタムパーツの装備交換は四角を押した先の画面で行える。何もないですね今は。奥の部屋のやつが反応してる。ハンドガンの弾でした。これでカスタムパーツを入手した。本部と連絡を取り、状況確認する必要があるわ。戦況に行けば通信施設があるかもしれない。探してみるか。カスタムパーツが落ちていたので、ダメージ1を入手した。威力 10% 上昇つけたいですね。少しでも威力が欲しいところなので。うろついてみたいと思います。ここは俺が閉じ込められていた部屋だ。それにしてもあのガスマスク野郎、何をしたいかさっぱり謎だ。何もないですね。向こう側から鍵がかけられている。何だと。悪いですね。なんかある。アイテムがあるようですね。なんか反応して
してる。ハンドガンの弾。ハーブ。なんでしょうこれ。カードリーダーがついてる。要はカードがないとダメってことですね。お、カスタムパーツ。どこからでも現れやがって。どうも。豪華そうな食卓。アイテム。ハンドガンの弾。ここにも弾がありますね。ここが開かない。ってことは上に進むしかないですね。光の装飾がついてる。なんかあります。手榴弾。ここは確か敵がいたとね。上から出てきたようですね。何もないかな。なんかありますね。まだいますね。
こちらが、ここは何ですかね。あ、ショットガンがあった部屋ですね。くぼみに入れるものがあるといいんですけど、どっかに、どこにあるんだろう。何かカードリーダーのついた金庫がある。カードを見つけないとですね。あそこに、まああれかな、ショットガン取るための何かがあるのかな。なんか頭の形が違う。あれ、弾切れましたね。どこかに弾ないかな。あー、出てきちゃった。あー、汚れてしまっている。こちらはトイレでした。弾がないのでどうしようかな。使いすぎましたね。やっぱりいる。まあ、どっかにないですかね。あ、さっきの。弾切れきついですね。どっかにないかな。弾がないので南京錠壊せないですね。ちょっと
他のところに行って弾が落ちてるか見てきます。随分と拾っちゃったと思うんですよね。ないなぁ。ちょっと弾がないと先に進めないので探します。弾がないですね。この下に弾あったかな。ないですね。あ、あった。やった。15発ゲットしました。シャンデリアとかには何もないですね。いやー、まさか弾切れするとは思わなかったですね。もう殴る蹴るするしかなくなっちゃったので、しかも南京錠を壊すのに銃が必要な場面があるのを忘れてました。一回通りかけて見てたので、おそらくこっちかな。一度倒した敵は出てこないようですね。あ、リロードしなかった。はい、進みます。お、ここにある。開かない部屋です。弾の補充ができたということは敵が出てくるんではないかと。エレベーター上に行ってみようかな。まだ電源は生きてるみたいですね、この船。開いてる。お、ショットガンの弾。銃がない。あ、グリーンハーブ。やった。グリーンハーブですよ。回復アイテムは取っときたいですよね。アイテム。ハンドガンの弾。ここで補給しとけということなんですね。だこのスキャニングを使わないと見つけられないようですね。戦況に出たわ。戦況。この機は通信はできないよね。通信ができる機械は、あ、なんかある。
アイテムがあるようです。手榴弾、こんなところに手榴弾を置いてる。ハンドガン、弾薬ケース、銃の所持弾数を増加させるアイテム。最大所持弾数はメニューで確認できる。あ、50発まで持てるんですね。今までは20発しか持てなかったんだ。この青いやつ、ハンドル気になるけど何もなかった。お、手形。スキャニングでしか見えない手形ですね。こちら側はアイテムはないようです。よし、これかな。通信システムは破壊されている。これじゃ操舵も不可能。完全に漂流ね。壊されて間もない。犯人は近くだ。私たちのタグボートが沈められる。このままでは脱出不可能になるぞ。ジル！そこまでだ。武器を捨てろ。お前が捨てろ、パーカー。貴様、何者だ。なんか人間が出てきましたね。今回はここまでにしたいと思います。ちょっと長くなってしまったんですが、ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。